マイって言ったな。覚えてるぜ。ごめんなさい、許して。私ただの使いっ走りなんです。あの、今ならこないだの店開いてます。だから仕返しならそっちに。それじゃあ。おお、これはこれは。この間は随分と酔っ払ってたみたいですね。あれからちゃんと家に帰れました？その借りを返しに来てやったんだ。いや、貸したつもりはねえな。きちんとお代もいただきましたしね。どうしても文句があるってんなら、お帰りいただくほかねえやな。上等だ。あんたの勝ちだ。もう勘弁してくれ。口ほどにもねえな。はい、あの、詐称ですが、ご迷惑料ということで。こんなもんで勘弁していただけないでしょうか。無理だな。もちろんこれだけじゃありません。お耳寄りな情報がありまして、あの、あるラーメン屋の地下に秘密のカジノがあるんです。出入りの合言葉は半ちゃんラーメンつゆだく。あとは店の主人が案内してくれますから。それじゃあ俺たちはこれで。本当にどうもすいませんでした。